トマト。はい、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、車屋さんから連絡がありましたので、今からムーブを持っていきたいと思います。前回の割れたっていう動画からですね、1週間ほど経ったんですけど、前回よりこの分伸びてます。エルカチャンネル、おはようございます。そこですよね。そうですね、ここからですね。で、やっぱ伸びるんですね、これ。なんか暑いのに水バシャーってかけた人にかけていって飛んでたり、ちょっと乗ろうと思ったらもうこんなになってて多分近くで草刈りしてたりしてたんで、もしかしたらとは思うんですけど。あ、ちなみにあれとか大丈夫なの？まあ、この簡易と一般店が取ります。取りました。一緒にオイルも抜けて。オイルも、はい、一緒にしておきます。お願いします。はい、はい、すいません。すいません。あ、はい、はい、お願いしておきます。はい、戻ってきました。台車を借りてきたんですけど、ガラスの交換って簡単に終わるんですかね。さすがに今日1日じゃ無理だと思うんですよね。カーナビのフィルムアンテナも交換になるので、それも考えると何日間かは台車生活かなと思います。久しく味わってないですね、台車生活。前のブレイザーの時はですね、年に何回か会ってたんですけど、今のムーブになってからはですね、会っても1日ぐらいなので、まあそれもだいぶ間が空いてますので、ほんと久々に台車生活だなと思ってます。まあこの台車生活もですね、普段乗っている車と違うのに乗れるってことで、いい意味で緊張もするし、たまにですね、違う車に乗ると気分も変わりますので、楽しいですね。では、ムーブが出来上がるまで待ちたいと思います。1週間後。今、連絡が車屋さんからありました。あいにくの天気なんですけど、ひどくなる前に取りに行きたいと思います。あ、おはようございます。あ、車取りに来たところですよ、ね、あ、おはようございます。お湯も書いてます。あ、すいません、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。いやびっくりだったんですよ。シピシッて言った。いや、家に置いてて、乗ろうと思ったら、うわってなっちゃった。何ですかね。近くで草刈りやってたんで、もしかしたらとは思うんですけど、運がなかったです。あ、よいしょ。あ、すいません。ありがとうございます。エルカチャンネル。いや、ガラス綺麗になった。いいですね。やっぱエンジンオイルも一緒に変えてもらったので、ハンドルがすっごい軽いです。台車で乗ってたやつの方がハンドル重かったからかもしれないですけど、いや運転しやすいですね。エルカチャンネル。はい、戻ってきました。いやー、ガラス綺麗になってますね。
こんな感じで綺麗になりました。でここら辺にピシーって入ってましたからね。どうだろう、長さ的にはだってこのメーターのとこぐらいまでは来てたんで結構ありますよね。エルカチャンネルということで、車のフロントガラスも綺麗になったので良かったです。今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。